ういっす。おはようございます。おはようございます。今日なんか作るんですか。今日はこいつを使って、これタコっすね。これを使ってあのたこ焼きを今日作ろうと思ってんすよ。たこ焼き。そう。そうそうそう。結構小さめに切って、まあたこ焼きってそうだよね。そうそうそう。そんな感じで。世界の侍の皆さん、こんばんは。挨拶が遅れました。なんて話すの結構まあ男でもね、料理しないと思うね。そう、今もう侍料理します。なるほど、今の侍料理もしちゃうと。料理もしますね。まあこんな感じでね、うん、ネギを切っていって、多分次に、うん、あのたこ焼きの泥、泥、うん、あの要はプレートみたいなやつに流し込むあの液体というか、あ、なるほどね、あれをね次調合していこうと思います。まあ、これが一番大事、これ、ね、たこ焼きミックスって言って、これでじゃあ泥を作っていくんですけど、あれですか、目分量でも大丈夫ですか。まあ侍なんて目分量じゃない、やっぱりそうですよね、うん、基本侍はやっぱり気合でカバーするんで。そう、ですね、卵2個で 1000ml、まあ、1リットルの水を入れましたと。ちなみにサムさんは左利きです。はい、おお、その事実ね、まだ皆さんに伝えてなかったっすね。これね、これサムライクッキングの醍醐味。そうだね。あっと、これも醍醐味。これも醍醐味だね。多分決まった。決まった。完璧。こんな世界有数のマイナーなチャンネルを見てるて。そんな諸君がもしもしであれば、ぜひなんだろうな、勇気を出して。勇気を出してコメントを。来てくれればもうすぐ繋がります今だったらコメント全部返す、もう全部返して。いいっすかね、めちゃめちゃダマダマだね紅生姜は好き嫌いあるから、うん、まあなくても OK とする。あ、なるほど。で、これがたこ焼きを作る機械なっていて、これね、そう、美味しいたこ焼きの作り方をさっき調べてたら、うん、あの体にはあんまり良くないんですけど、うん、結構油はね多めがおすすめらしいんですよね。そうなん、うん、で、もう全体にこうやってなじませるように油を。やばいやばい、めちゃめちゃ煙上がってる。うそ、うん、おー、音が良さげですね。で、ここにここに食材をぶち込んでいって、この作業、一番楽しい。マジで俺は一番めんどくさいよライさんが切ったおにぎり、美味しそうですね。だいたい OK、 OK。 あ、で、本当はあ、いいね、こういう感じですね。こういう感じで、あ、なるほどね。あ、すごいいいね。これなんかコツとかあるんですか。これはね、一箇所にこうグッと差し込んで、差し込んで、こう押すと勝手に円形だから回ってくれるから。回ってくれると。そうそうそう。そうね。よいしょ。このさっきこぼしたこういう間の連中がいるじゃないですか。うん、こいつらを回しながらゆっくり入れていく。中に入れていくってこと。それで最終的に円形を目指していくっていうパターンなんですよ。テーブルのたこ焼き、いや、たこ焼きは、たこ焼きパーティーはね完成ってことでいいかな。お腹も減ってきましたしね。まあいいんじゃない。じゃあこんな感じで侍たこ焼き完成です。はい、え、今日のビール
ああ、今日のビールね、キリングリーンラベル、糖質 70% オフという体に優しいタイプですね。この 70% オフっていうのが体に優しいですね。そうなんです。じゃあ世界の侍に乾杯。はい、乾杯。はい、おいーす。あ、これ注意点、はい、これ熱いこれマジで熱いから。確かに結構それ、うん、オーソドックスな注意点だな。熱いから。確かに、あの夫婦大事っす。いただきます。いただきます。あ、うまい。うまい。うまい。マジいけましたか。全然うまい。サムライクッキング。うん、普通にうまい。うまいね。うん、どうだ、もしねこのチャンネルの動画を見てるっていうクレイジーな侍が世界にいるのであれば、あの結構日本だとこういう粉物の料理って割とあるんだけど、うん、これ似てるよみたいな料理があったらぜひ教えてもらいたい。あ、わかる。すげえわかるね。いや、コメントいただいて、コメントいただいて、逆にそれをね日本人の我々が食べるっていう、うん、国際交流を図りたいわけですよ。そうだね、皆さんと、うん、まあ各国にいる侍の皆さん、こんなのあるぜっていうのぜひね、ご協力お願いします。ご協力お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ、というわけで食べましたね。お腹いっぱいなんですけども、腹いっぱいになりましたよ。まあ、なんかやってほしいことあったらコメントよろしくお願いします。お願いします。まあ、ということで、また次回の動画楽しみに、今後もよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。